どうも山田です。7月の下旬、夏休みって報道を見ると、ああそんな時期もあったなと思った方、よかったらチャンネル登録してお願いします。大人の皆様どうでしょうか。夏休みって響きがなんかもう懐かしいですよね。まあお子様がね、ご家族にいらっしゃる方とかだとね、ああお前はもうそうか、夏休みか、大人は違うぞみたいなね、そんな会話があったりするかもしれませんけど、今日はですね、イベントがですね、特にやってるわけではないんですけれども、ヘアです。今日からですね、アメリカのシアトルの方でですね、ゴーフェスが、開催と。で、それと連動する形でね、コレクションチャレンジですよね、っていうのがスタートしておりまして、この対象の中に人手マンがいるんですよね。で、そんな人手マンやっぱり欲しいから行くじゃん。あと、そもそも今回コレクションチャレンジを早めにやんないとね、ちょっとね、怖いんですよ。っていうのもちょっとご説明しますね。とりあえず、ニアバイで見つけてきたヘア、捕まえちゃいましょう。いやー今週最高だって。まず火曜日がさ、そもそも部屋をね、乱獲ベイだったわけですよ。でそれが開けてからまたねピックアップしてくれてるんだもん。もう最高の1週間よね。ということで今週なんですけども、はい、ポケモン GO フェスタシアトルオアシスって書いてあるんですけども、これ GO フェスの会場内である多分オアシスエリアですよね、に出てくるポケモンたちがおそらくこれ対象になってる。水タイプばっかりなんでね、これがですね全世界で出現しておりまして、これが日曜日の20時までかな、はい、こいつは出てるんですけれども、これをですね1匹ずつ全部集めて6種類ですよね、ゲットすると、ヒアップ手に入るということで、まあヒアップ欲しいですよね。でまあ終わった後またね、多分ねボーナスで、ね、取れる機会あると思うんですけども、とはいえこのゴーフェスシアトルのコレクションチャレンジ、これ終了時間見てください、あと2日なんですよ短いんで消えちゃうんですよね。だ今のうちにちゃんと進めなきゃいけないということで、しっかりと回っております。でね、これニアバイ見てくださいよ、意外と対象ポケモンいないんですよね。普通の脇の中にちょぼちょぼちょぼみたいな感じでいるんで大変なんだよねこれね。まあなのでリアル画とかをね、回りながらですね、ちょっとニアバイを、ずっとこういないかと探している、そんな状況でございます。とりあえずちょっとディアルガーさん伝説レードいくつかあるな。オッケー、ちょっとやりますか。おお、いた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 、クラブさん、いらっさ、今フリーズはないな。オッケー、とりあえずクロウゲットぜ、オッケー。ちょっとあいつがいないな。パールル、マンタインはね一応あれで取れるんですよ、タスクでいけるから、まあ希望があるとして、パールルのニアバイ早く見つけたいな。オッケー、じゃあちょっとねディアルガさんやっていこうか。なんかあれだな、人手マンは逆にね何匹かもさが取れてて、てかなんかすごいなんか駅前の照明がすごいことになってて、すげえ赤く照らされてますけど人手間はいるんだけどね、やっぱりパールルマンタインいないね。今回そのサクッと取れる枠とちょっと厳しい枠、っていうのがあるかもしれない。一応全部野生で出るよとはナイアンティックさん言っていることはいるので、まあだからその頑張って、まあ野生歩くなり、あとルアーモジュール、あとはまああれか、おこうか、その辺使えってことなのかな。まあ、あまりにも難航するようだったら今日とかちょっと全然パールいいねじゃないかってなったら、まあ、アイスルアーとか、レイニールアーか、ちょっといろいろ使おう。オッケー、よし、 CP28 の後半高いやつ見せてください。42か、あいいじゃん。42だとどれくらいだ、よいしょ、とりあえず通常から OK、 42、28、42、強そう、結構強いんじゃん。危ない危ない、さっきがね28なら1いくつとかでね、防御が、あ防御じゃないか、あれは、あ防御かなだけ食うんで、あとねすごい低かったんですよ。ちょっとこれ終わったらまたリアルガのこて尺の CP ちょっと見てこよう。もうね覚えてないからさ、リアクションが取れないっていうさ、これね YouTuber 的にはやっぱマイナスなんだよ。 CP パッて出た時にさ、うわーって言ってさリアクションしたいじゃんそれがねちょっと事前にチェックできてない時、あと昔覚えたはずなのに忘れてる時、まあ通貨ほとんどが忘れてる時なんだけど
今ね、新規の伝説レイドよりも復刻の方が多いんだからね、一回ちゃんと動画で見せてるはずなんだけどね、全員ね、うん、全部抜けてっちゃう。君はよいしょっと。おお、まあ、まあもうちょい欲しいよね正直なとこね。はい、やばい、見よう。おお、待って、あれ、ちょっと待って、今いたよな、満タインいたよな。よっしゃいるやんけ、いらっしゃい。はい、じゃあ残るは満タインのみなんですが、満タインさんもちょっとどうかな、出るかな。まああのあれした方がいいかもな、あのタスク、卵を確か1個孵化させる、うん、タスクの中に3分の1の確率でいたはずなんで、一応そのタスクも狙っていこう。うん、ニアバイをあとは常に見ておくですね。うん、さあヤルさん、さっきより高いとこですよ。4?8 じわ伸びですね。色違いで欲しいな。あんまりね、数いないんですよ、ディアルガの色違い。はい、残念ながら通常カードでしたね。で、まあマックスってこともないんで、うん、あの次行きましょう。はい、昨日なんとかですね、ごめんなさい、あの前半と日がまたぎました。はい、あの初日ですよね、あの今回コレクションチャレンジ初日にね、あの一応6種類全部捕獲することができました。あの満タインがね、あれ全然出ねえなと思ってたら、なんかパッと出ましたねということで、ヒアップ見ていきましょう。よいしょ。はい、リサーチクリアしまして、よっこいしょと、はい、来ました、ヒアップですね。で、このヒアップなんですが、あのロケ中にも言ったかな、おそらく色違い出ません。うん、残念ながらね、うん、前回のバオップがそうだったんでね、うん、ただまあヒアップに関しては、まあまた後日多分イベント来るでしょうというところでね、そこでまあレイドとかね、タスクとかでね、野生とかで狙えるようになるのかな。はい、オッケー、ということでヒアップゲットぜ、ありがとうございます。オッケー。あ、ヒアップは俺もうあれか、登録済みだったのか。まあバオップか、じゃあな。多分過去、あの、海外のイベントとか行って、ヒアップ、俺、撮ってたんですね。はい。もうね、なんか地域限定系、どれ持ってどれ持ってないとかって結構記憶あやふやにはなってきてるんですよね。はい。どうかな ?387 強いかな、よいしょ。微妙。はい、ということで、まあ、あの、こちらの動画ですよね。まあ、あの、とにかく皆様ちゃんと時間取った方がいいよっていう話をロケ中にもしたんですけれども、あの、通常の湧いているポケモン、プラス、今回のコレクションチャレンジのポケモンたちが、まあ、混じってる状態なんですよね。なので、あの、鬼湧きしてるみたいな感じではございません。あの、まあ、じゃあ天気ブーストだとか、あとは、ま、ちょっとあの、水辺に行ったりだとか、そういったところに行けば多少ね、変わってくるんですけれども、基本的には、まあ、あの、ちゃんとちょっとね、あの、時間作ったりとか、あの、野生で湧いてるポケモンの、チェックはあのしていかないと、もしかしたら間に合わないかもしれません。皆様お気をつけください。はい、ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。山田ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタンチャンネルございます。もしよろしければこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃ、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。